皆さんこんにちは、ゆみかです。今回は私のエアライン受験対策について動画をお届けしようと思います。前回は CA のヘアスタイルについて動画にしておりますので、気になる方は下の概要欄またはこちらにもリンクを貼っておきますのでご覧ください。私は新卒でグランドスタッフ、既卒で客室乗務員として航空業界に携わっておりました。私のチャンネルを見てくださっている方にグランドスタッフ、客室乗務員志望者も多くいらっしゃいますし、個別でご質問もいただいておりましたので、今回は私のエアライン受験対策についてお話ししていこうと思います。私のエアライン受験対策は大きく分けて4つあります。1つ目に自己分析、2つ目に企業研究、3つ目に ES 対策、4つ目に面接対策です。これらの対策を1本の動画にまとめるとなるとかなり長い動画になってしまうので、1つの対策につき1本の動画という形で合計4本の動画にしてお届けしようと思っています。今回は自己分析についての動画です。前置きが長くなりましたが、それでは始めていきましょう。スタート。まず皆さん、自己分析と聞いてどのようなイメージをお持ちですか？字のごとく自分で自分のことを分析するということでして、自分のこれまでの経験や考え方、自分の特徴や性質を理解することなのですが、よく就職活動では自己分析が必要であると言われます。なぜでしょう？私も学生時代ですね、なぜ自己分析が必要なんだろうと思ったことがあります。結論として、自己分析はしておいた方がいいです。なぜかというと、就職活動中は自己アピールをしてください、志望動機を教えてくださいと言われることが毎回と言っていいほどあります。自己分析をしっかり行っておくことで自信を持って自己アピールすることができるので、私はまず自己分析をすることが大切だと思っています。また自分のことは分かっているつもりでも言葉にして説明するのって難しいと感じたことはありませんか？自分はこういう人間ですって伝えることって難しかったりしますよね。自己分析をすることで自分の性格、性質、また特徴を理解することができますし、自分の大事にしていること、価値観も見えてくるので、就職活動中は仕事選びや職種選びにも役に立ってきます。中にはですね、就職したい会社が求めている人物像だったり、企業理念と照らし合わせてですね、自分の特徴や長所をリンクさせて自己アピールするという方法もあるんですが、まだどんな会社で働きたいか定まっていない方や、自信を持って自己アピールをしたいという方には、まず先に自己分析をしておいた方がいいのかなと私は考えています。自分の性質や特徴を理解するためにも、ぜひ自己分析を行ってみてください。ではここから私が行っていた自己分析の方法をご紹介します。自己分析の方法は様々あるかと思いますが、私は大きく分けて3つ行っていました。1つ目、ノートに書く。2つ目、家族や親族、友人などに自分のことについて聞く他己分析を行う。3つ目に自己分析セミナーに参加する。では1つずつ詳しくご紹介します。まずノートに書くということなんですが、ノートにはこれまでの経験や考え方、感じたこと、印象に残っているエピソードなどを書いていきます。私が書いていた内容は思い出せる範囲なんですが、このような内容です。ホワイトボードにまとめてみました。思い出せる範囲で構いません。幼少時代、小中高大学、短期大学、専門学校について、部活動やサークルに入っていた方はそれらの経験、印象に残っているエピソード、喜怒哀楽含めてですね。また長所や短所、好きなこと、嫌いなこと、趣味、
得意なこと、苦手なこと、喜びを感じること、幸せだと感じること、また逆にされて嫌なことなどですね、箇条書きにしてもいいですし、このようにマインドマップにつなげていくのもいいと思います。私は両方行ってみました。頭の中で考えるのではなく、このようにノートにまとめたり、今であればパソコンを使ってワードやメモ帳欄を使ってまとめてもいいと思います。大事なのは記録として残すことです。頭の中でいくら考えても忘れてしまったりすることもあるので、後でいくらでも振り返られるように記録として残しておくことをお勧めします。ではどのように記録していくかということなんですが、私は3ステップで掘り下げていきました。1つ目に内容を書く、2つ目に理由を考える、3つ目に今後それはどうつながるのか、活かせるのかということをまとめるということです。一つ一つの内容について、なぜなぜと自分に問うことです。なぜそう思ったのか、なぜそう感じたのかということまで掘り下げていき、今後それはどう自分に活かせるのか、自分の人生だったり仕事に活かせるのかということまで掘り下げていきます。そうすることで自分の性質や性格、特徴が見えてきます。また大事にしていることだったり譲れないこと、価値観も見えてきます。では具体的に一つの例をご紹介します。私は大学時代のカフェのアルバイトにやりがいを感じていた。なぜやりがいを感じていたか、お客様から感謝されることが喜びだったから。なぜ喜びだったか、ありがとうと言われるとそれが喜びとなり、次への原動力となるため、仕事へのモチベーションにつながっていたから。ということで、私はお客様、相手からの感謝のお言葉や幸せが自分にとっての幸せ、喜びであるから、それを感じられる仕事に就きたいと判断しました。一日でこれまでの出来事を全て振り返るというのはなかなか難しいと思うので、数日かけて振り返っていくことがいいのかなと思っています。最終的にですね、まとめた上でどう自己分析をするかといいますと、それぞれの経験や感じたこと、考えから共通した内容、理由があるはずです。ぜひそれらに着目してください。自分が頑張れた理由、乗り越えられた理由、好きな理由、嫌いな理由などから、自分は〇〇な人間だ、〇〇を大切にしている、〇〇だとモチベーションが上がる、〇〇をしていると楽しい、〇〇のような環境に身を置くと幸せに感じる、などと言葉にしていきます。そうすることで、自分はこういう仕事に就きたい、こういう職種に就きたい、〇〇の企業は自分の価値観や自分の考えとマッチしているなどと判断することができます。一つ一つ振り返ることで、自分は何を大切にしているか、何を大切にしてきたか、ここは譲れない、また、好き嫌いといった自分の、性格や性質、特徴が分かってきます。ですので、まずはノートにですね、ずらーっと書いてみてください。そこで、自分という人間が分かってくるのではないかなと思っています。2つ目の他己分析なんですが、ぜひですね、ご両親や、ご親族、ご友人の方にですね、自分のことについて聞いてみてください。自分ってどういう人間、どういうところが長所短所っていうことを聞いてみることをお勧めします。というのも、自分はこういう人間だと思っていても、他の人からしてみたらそうではないということもあるんですね。また他の人から教えてもらうことで、自分の新しい発見にもつながることがあります。例えば、自分が弱みだと思っていることが実はそうでもなかったっていうことや、逆もありえますね。自分が強みだと思っていたことが他の人から見てみれば思ったより強みじゃなかったっていう場合もあります。それは信頼関係が築けている関係だからこそ正直に言ってもらえると思いますし、自分にとって有益な情報になるのではないかなと思っています。また
ご友人や知人の方にですね、自分の第一印象ってどうだった？って聞いてみるのもいいと思います。第一印象って結構やっぱり重要なんですよね。面接でも、第一印象っていうのは大変重要になってきますし、例えばそこで第一印象があまり良くないっていうふうに言われてしまったら、じゃあもう少し改善していこうか、第一印象を良くするためにはこうしていこう、ああしていこうというふうに、つながっていくと思うんです。ぜひ自分の意見だけではなく他の人にも意見を聞いてみてください。私はかなり、収穫がありました。ですのでぜひ一人の意見ではなく様々な方の意見を参考にしてみることをお勧めします。3つ目の自己分析セミナーなんですが、私は大学内にある就職支援センター主催のイベントや大手の人材会社が主催している自己分析セミナーに参加していました。自分一人で掘り下げるのは難しいということでも、セミナーに参加することで別の角度から自己分析をすることができます。今の時代はオンラインやアプリなどもあるようなので、ぜひご自身の合ったツールを活用して自己分析をしてみてください。冒頭でもお伝えしましたが、自己分析をすることで自分の性格や性質、特徴が分かってきます。また自分の大事にしていることや価値観も定まってきますので、就職活動に大いに役に立ちます。自分のことを言葉で説明するのって難しいんですよね。ですが自己分析をすることで自信を持って自己アピールすることができますので、ぜひ行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。